私がずっとなかなかアップロードをしていなかったこの YouTube のアカウントも皆さん見ていただいて、なんか本当にですね、なんときちんと登録者数が増えているんじゃないかということで、ちょっとありがたいなという感謝の気持ちを込めて、まあほぼ毎日と言いながら毎日全然できてないわけなんですが、ちょっと努力していこうということで、行ってみます。途中でネタ切れにならないように頑張ります。と言いながら、毎日バッチリメイクとかね、できないんで、ちょっとできる日もあるかもしれないんですが、私基本、できる範囲で頑張ります。で、こちらの、本当にですね、皆さんありがとうございます。増山玲奈、一般社団法人、ユーラシア国際映画祭代表理事の増山玲奈の YouTube アドレスの方ですね。こちら登録者の方が、そんなに配信してなかったのにもかかわらず、ちゃんと増えていて、もうすぐ2500ということで、これは頑張って1万人を超えるまで頑張らなきゃなと思いまして、発信していこうと思います。で、皆さん、文化がね、ない時代ですね。で、私、このコロナで、なかなかですね、なかなか展覧会なんかも行けてなかったんですけれども、先日行ってきましたのが、この着物展ですね。で、ぜひ、今感染者も増えて、また美術館の方も、ずっと空いているのか心配な状況にありますけれども、皆様に文化の風をお届けしたいと思いまして、この着物展について本日はお話ししていこうと思います。まずこの着物展、かなり壮大な企画です。国立博物館、上野の国立博物館で開催しています。こちらですね、ぜひ皆さん、足を運んでいただきたいと思います。こんばんは、今枝さん、こんばんは。で、どうしてかというとですね、この着物展は、この室町時代から江戸時代、そして、大正、明治まで800年もの間、日本で着物文化がどのように広まってきたのかということを、詳細に、展示していまして、これは日本人なら見るべきって感じですね。で、知らないことがたっぷりありました。まずですね、着物の、最初に生まれた着物はどこから生まれたかと言いますと、皆さんご存知の十二単という、この平安時代の貴族が着ていた、この十二単の一番下に着ていた小袖という、この振袖がない、小袖という、スタイルの着物がありまして、この小袖だけを着るという方法で広まってきたのが、着物なんですね。これも初めて知りました。で、技術革新とともに様々な表現が生まれているということが、この800年の歴史でわかりますので、それをこう、一瞬で見れるっていうのは大変贅沢だと思いました。最初は浅葱色ですとか、この、限られた色彩の中での表現になってきます。すごく鮮やかな赤っていうのもまだ、表現しきれてないような気がしました。で、亡くなった後の方がお墓に、このお墓に引くような、墓地に引くような、身分の高い位の方は、着ていた着物をこうカーペットにして、お墓に墓地を置いたりとか、何かその生活と着物がぴったり一緒なんだなっていう感じがしました。あともう一つですね、着物の柄っていうものが、最初はこの千鳥模様だとか、この京都の町みたいに縦と横がピシッと合っているような定期的な文様がベースなんですけれども、それが少しずつこうリズミカルに動いていくっていうのも時代の移り変わりとともにありました。それは人々、特に女性たちがこの宮廷の中にいるのか、それとも街に出ていくのかという、そういった女性のアクティビティにも関係してるなと思いました。
で、江戸時代になってまいりますと、今まで整理整頓してたような、その背中の柄が自由に動き始めて、波模様だったりとか、あと竹の子の形だったりとか、ダイナミックに動いていきます。で、これがですね、面白かったんですよね。で、これぜひね、実物を見てほしいんです。やっぱり、ズームとかやってると目が疲れるじゃないですか。ですので、実物見てほしいんですね。で、こんな風に最初は、この縦が平行の中で、表してるという柄が多いんですね。それが変わってくるのはいつかと言いますと、江戸時代、最初のファッション誌が生まれる。浮世から浮世絵、元祖、寛永期のモードとなるんですけど、まさにモードっていう感じで、ファッション誌とかが生まれて、で、その、天皇家とか、そういった、位の高い方々のファッションをみんなが真似していくんですね。どうやって真似していくかっていうと、じゃーん、江戸モード、これが小袖模様の革命っていうところなんですけど、これが印刷技術がありまして、この、位の高い方々の着物はこんなものだよっていうような、その印刷技術が、ファッション誌となって出回っていくんですね。で、皆さん最初の頃の着物に比べると、すごくですね、この動きがあると言いますか、ドダッダダダダダとか、なんか、この筆ならではの動きに流れるような、動きが見えてきます。上萩さん、実物は素敵でしょうねって、素敵なんですよ。いや、大変素敵でしたよ。やっぱりね、私、シンプルなものが最近洋服好きなんだけど、やっぱり着物とか着たいなって思いましたね。で、こういった、動きのある人々がおしゃれに目覚め始めます。で、このおしゃれというのが、江戸時代になると、商売すればお金持ちになれるっていうことで、この今までの貴族以外にも、商売が上手な商屋さんであるとか、豪商であるとかは、その貴族よりもさらに派手なものとかを作り始めてしまいます。例えば、草鹿の子であったり、草金色の刺繍であったり、その娘や妻のために、もう、贅を尽くした着物が、次から次へ出てくるんですね。そうすると、江戸幕府はお触れを出します。どんなお触れかと言いますと、いや、こんなん贅沢でしょう。派手派手すぎて、なんていうか、名古屋の金ピカな感じを思い出しましたけど、これ、金色の刺繍そのものなんですね。で、かなり分厚いです。すごい、こんもり持ってるっていう感じで、これファッションとして着るには、ちょっともったりしてないっていう感じなんですが、とにかくなんか、派手にできると思うと、思いっきり派手にしちゃうところが、なんか日本人可愛いなって感じしましたね。で、この派手派手な着物が、広まりすぎると、やはり幕府としては自分たちに威厳を持ちたい。で、自分たち以外の、町人たちがあんまり派手にされると困っちゃうということで、贅沢禁止のお触れというのを出すんですね。で、草鹿の子であったり、この金の刺繍をびっちりするとか、そういったものが、禁止されます。でもですね、面白いのは、そういった禁止された状況の中でも、人々はおしゃれを決して諦めないんです。元禄記念、あ、今枝さん、お詳しいですね。そうなんです。で、ここでさらに技法をですね、磨いて、いくんです。どういうことかと言いますと、染め物の技術が大変進化していきます。この中で、友禅染めという実際の絵のような繊細なタッチを着物に、この細かく描いていく技法が、発達していきます。先ほどのこの細かい部分の、尖った表現っていうのは刺繍でしたりして、この絵を描くという筆ではそこまで細かいものを表現できてなかった時代の、
この大雑把というとあれなんですけど、そういったデザインに比べて大変繊細な表現が友禅染めによって可能になってまいります。で、これがまたおしゃれでね、この染めるということで地を生かすという考えで、キャンバスで言うと白地そのままの絹地が出ているところを、この、ぼかしであったりとか、その染まるところと染まらないところの、この境界線を、この着物なんて雪に例えてるんですね。雪に例えて、この雪の上に、もみじがあるというような、秋なのか、それとも冬なのか、こうミックスされたような繊細な表現っていうのをどんどん生み出していきます。また初期に比べますと、色も大変豊富になってきまして、例えばブルーであったらちょっとターコイズっぽいものであったり、また赤のその朱の色も濃い色が表現されてるんじゃないかなと思います。もちろん時代が古いので、当時の鮮やかさが今残ってない800年前も、当時はすごく鮮やかだった可能性もありますけどね。実際今残っている着物として現物がとても綺麗でした。なんか沖縄っぽい雰囲気もありますけれども、こういった形でその時の政治状況に応じて技術を変えながらも、人々はぼかしね、名古屋なら、有松っていうんですか、有松で絞りがあるよって、有松っていうんですか、すいません、不勉強で教えてください。絞りの技術、こんなのもありますね。例えば、この染めの技術でボワッとした表現が現れたり、その技法そのものを遊んでいるようなところがあります。この江戸時代の後期になってまいりますと、少しですね、デザインが落ち着いてきます。有松って言うんですね。すいませんでした。勉強になります。有松の表現、後でどんなのか教えてください。で、私すごいなと思ったのは、やっぱりね、この光琳ね。尾形光琳の光琳ブランドというのがめっちゃ流行ります。東風美女雛形にちなみ、光琳というブランド名で、広まっていったのです。これ今そのままあったとしても、なんかヴィトンとか、なんか、そう、ブランドとして光琳みたいな、その山本寛斎先生、先日お亡くなりになられましたけど、今のファッションとしてあってもおかしくない光琳。光琳着たいなと思いました。ちょっと江戸時代の金持ち自慢みたいな刺繍、どれだけ分厚いかみたいな、私あんまりちょっと下品かなっていうのあるんだけど、光琳だったら着てもいいなっていう気がしてました。で、そういった自分だったら何着ようかなみたいな形で展覧会を楽しんでいただくのもありだと思います。で、また一般人が贅沢が禁止されてもですね、贅沢を許される方々がいました。それは、本当の豪商、その幕府や大名にお金を貸していたりだとか、そういった本当の豪商、もしくは、この吉原の、太夫という、方々で、遊郭の中でも一番位の高いと言われる方々でした。でも、派手派手で、その竜の模様、のぼり竜の柄の、帯であったりとか、なんというか、この一般人が着こなせない、このお主、お主は、この、なんて言うんでしたっけ、シャバのものではござらんなという感じですかね。なんかそういった、こう、晴れと気、日常と非日常というのが、江戸時代の方は、楽しんでたのかなっていう気がしまして、今は夜の街クラスターなんて言われて、夜の商売されてる方は、なかなか華やかな着て行く場所がなくなりつつあるんですけれども、人っていうのは淡々とした日常だけじゃなくて、華やかなものというのを目に触れたり、遊んだりしたいっていう気持ちがどうしてもあるから、そういった人々のこう欲望みたいなものを一身に浴びて、すごく派手な衣装を着ておられたのも体験できてよかったです。で、あとですね、男性たちも着物を楽しんでおられました。江戸時代は花形な職業として火消しというものがありまして、この火消しって消防士さんのことなんですけど、
消防士さん、今みたいな感じでみんなユニフォームみたいなの着てるんですよ。紺色のちょっと分厚い、火があってもこう肌焼けない、ちょっと柔道着みたいな分厚い、斑点を着てるんですけれども。あ、ちなみに、これが太夫打ち掛けですね。これ今の太夫打ち掛け、さすがですね。派手派手ですね。で、こういった、大迫力というのも感じられます。素敵ですね。で、文化っていうのは、もちろんこういった美術館に展示されているのもとってもいいんですけれども、そこでどんな人が、どんな話をしながら何を食べて、その時どんな風が吹いてて、湿度はどのくらいで、で、とか、なんかこの暮らしがどんなものだったのかなっていうのを想像するのすごく楽しいです。で、そういう意味ではこの男性着物のコーナーもめちゃ面白かったので、今、感染予防っていうことで90分というふうな時間設定があるんですけど、できたら余裕がある方は2枠買った方がよくて、90分の中で見ようと思う方は、なるべくその最初の方の展示、ちょっと早めに、さささっていう感じで、一度さーっと見た後に、一番見たいところをもう一回見るぐらいな時間配分取れたらいいと思います。私実は最初の平安時代とか江戸時代に時間使いすぎて、大正明治を駆け足しちゃったから。で、この男性の着物の方も、徳川家康所蔵のものであったり、織田信長のものであったり、また、私が大好きなのが、この江戸時代の火消しの人たちね。江戸の粋とはどんなものかという感じで、これ派手派手に見えるんですが、これ裏地なんですね。今の学ランの裏を、縫うっていう、この、不良の突っ張りっつうんですかね。方々がよく学ランの内側に刺繍されるじゃないですか。それと同じで、江戸時代の火消しのお兄さん方も、内側にドクロであったりとか、その竜であったりとか、鷹であったりとか、虎であったりとか、とにかく強そうなアイテムを彫るんですね。染めてるんですね。なんかこの見えぬところにおしゃれする。そして無事火を消し終わった後に斑点をさっとこう脱いで、そしてひっくり返してもう一回着るらしいんですよね。それか肩にハッと羽織る。その感じっていうのが、キャーかっこいいみたいな、何々さんのおかげで街が燃えずに助かったわみたいな、そんなも持っててしまうやろみたいな感じがですね、感じられて楽しかったですね。いやー、私もね、こういう方と一緒に一杯飲みたいですよね。火消しさん素敵と思ってひっくり返す感じですね。いや、文化っていうのは、学ぶっていうより楽しむことが大事だと思っていて、そこでは素敵とかおしゃれとかかっこいいとか、現代美術はちょっと難しいみたいなのあるじゃないですか。じゃあ難しかったらもう見なくていいやって感じもするんですよ。自分の心のままに面白いなとか、楽しいなとか、綺麗だなって思うことをとにかく追求していくことが大事だと思います。で、そのうちに自分のスタイルとか、自分が好きな時代だとか、いうことが分かってくると思いますので、皆さん今本当に文化っていうのが、周りにない？こう、感じることが難しい時代になってきてるけど、それでもインターネットもありますし、いろいろ調べていったり、そういったことをディスカッションしたら素敵だなと思います。正直、地上波のテレビ見てると、ガハハと笑ったり、とにかくいっぱい食べたり、なんか頭脳のシワあるのかなみたいな風に思う番組とかあるんですね。で、そうするとですね、脳みそってスカスカになっちゃうと思うんですよ。やっぱり人間だもの。この文化を見て感じて、そしてそれについて語り合ったりする、そういった文化的な生活っていうものですね、していきたいなと思います。で、大正時代はですね、この横糸と縦糸を合わせて織る技法が生まれまして、様々な柄が、生まれました。このですね、なんて言うんだっけな。この大正時代は、あら、これだ。これは明治だ。明治はだんだん着物にシャンデリア柄とか洋風な感じが入ってきて、そして大正デモクラシー。
安価で様々なデザインを織ることができるようになりました。で、銘線という方法で縦糸と横糸を編んでいくことで、そこに色や柄をそんなに高くなく表現できるっていう技法が生まれました。それによって、こんな幾何学的なデザインであったりとか、全面ひまわりとか、あと、ヨーロッパの国の模様とか、なんか絵がそのまま洋服になったような、これなんて素敵ですよね。全面ひまわりさん。いいですね。様々なおしゃれが生まれました。そして現代ですね、私知らなかったんですけど、存じ上げなかったんですけど、ヨシキさんがヨシキモノっていうブランドを作っていて、その中で全面アニメの柄だったりとか、すごく斬新な模様があります。ちなみにこれは太郎さんですね。はい、岡本太郎さんの着物もありました。私もレナ着物を作りたいなと思いまして、ぜひ皆さん、着物展、参加してみてくださいね。というわけで今日は着物展の話をしました。で、思ったのはですね、人々は何度だってこのおしゃれを諦めなかったんだから、私たちも、なんというか、コロナを乗り越えることができると思いました。そしてアニメーションとか、ファッションとかアートはどんな規制があっても、どんな時代でどんなことができないと言われても、それを逆転して新しい手法を生み出してきましたので、私たちも今なかなか海外への渡航ができないとか、いろいろな制限がある中で今映画を作ってるんですけど、様々な最新技術を用いて、むしろ今まで見たことのないものをお届けしていきたいなと思いまして、なんかすごい元気をいただきました。また会場にお越しというかいらっしゃってる方々が、着物の方がすごく多くて、レースの、この足袋とその襟元を合わせたりですとか、すごく斬新なおしゃれを楽しんでる方が多くて、そのファッションもね、見てるだけで幸せでした。というわけで、ぜひ皆さんも伺ってみてください。ちなみに今予約のみということで、4日後以降かな、この日の何時に行きますという予約をすると、その、予約の QR コードを見せれば中に入ることができるという形で、入場制限を取った形でした。ですので、ぜひ皆さんも行ってみてください。というわけで、以前は開館から閉館まで入れたのにね、ってそうなんですよね。でも、逆にね、私今までいつでも行けるやみたいな気持ちでいたんだけど、なので一つ一つの展示に対して、まあまた行けるしみたいな感じがあったんだけど、一つ一つの展示やアートに出会うことは一期一会なんだとかいうふうに思って、大事に向き合うことができて、これもまた悪いことではないなと思いました。というわけで、またいろんなアートを配信していきたいと思いますので、ご視聴ありがとうございました。増山玲奈の YouTube チャンネルもぜひ登録してみてください。それでは、最後まで。